タイムワーナーセンターから見たコロンバスサークルの風景。コロンバスサークルはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区のアッパーウエストサイドとミッドタウンの間にある円形広場である。中心にコロンブスの像があり、広場の周りを車道が取り囲む円形交差点になっている。コロンブス像とタイムワーナーセンターコロンブスにちなんで命名されたコロンバスサークルはマンハッタンのランドマークの一つである。セントラルパークの南西隅に接する地点に位置し、ブロードウェイ、西セントラルパーク通り、南セントラルパーク通り、8番街の交差点となっている。昔も今も交通輸送の中心地点の一つであり、ニューヨーク市バスのバス停が地上に、ニューヨーク市地下鉄の駅が地下にある。アメリカ初の円形交差点で、1905年に完成、1世紀後に再開発された。この円形交差点は、フレデリック・ロー・オルムステド設計のセントラルパーク構想の中における8番街からの入り口として、交通安全と交通規制のパイオニアとなった実業家、ウィリアム・フェルプスへのによりデザインされた。広場の中心にあるモニュメントは、ニューヨーク市からの距離を測る時の公式基準地点になっている。この像は、イタリアの彫刻家、ガエターノ・ルッソの手になるもので、1892年にコロンブスのアメリカ初渡航400年周年記念の一つとして、イタリア語新聞イルプログレッソ基金により建立された。大理石製のコロンブス像が70フィートの高さの花崗岩の柱の上に立っている。柱は、コロンブスの船ニナ号、ピンタ号、サンタマリア号のレリーフで飾られている。台座には地球儀に左手を置く天使が添えられている。広場の再開発は2005年に完成、新しい噴水、木のベンチ、広場を丸く囲む植え込みが加わった。広場の内側の円形は約36,000平方フィート、外側の円形は約148,000平方フィート。フィラデルフィアのローリー・オーリンによる再設計デザインは2006年のアメリカン・ソサイティ・オブ・ランドスケープ・アーキテクツのゼネラル・デザイン・アワード・オブ・オナーを受賞した。タイムワーナーセンターとコロンブス像、タイムワーナー社の本社があるタイムワーナーセンターは、コロンバスサークルの西側、ニューヨークコロシアムの跡地に建てられている。この複合ビルには、オフィスと高級コンドミニアムのほか、マンダリン・オリエンタルホテルが入居している。ショッピングモールのショップスアット、コロンバスサークル、グルメスーパーマーケットのホールフーズ、ジャズクラブジャズアット、リンカーンセンター、および CNN のニューヨークスタジオもある。広場の北側には、ドナルド・トランプのトランプインターナショナルホテル&タワーがそびえ、その前にスチール製地球儀が設置されている。このほか、同広場の周囲には、ニューヨーク市立大学ジョン・ジェイ・カレッジ、フォーダム大学、ニューヨーク工科大学、芸術高等学校、倫理文化、フィールドストン学校がある。北東側には、セントラルパークのマーチャント、Sゲートがあり、これをメイン号鎮魂碑が見下ろしている。この大理石と金箔ブロンズの堂々たる美術建造物は、アメリカの戦艦メイン号で命を落とした水兵たちを記念して1913年に建てられた。同館は、米西戦争の折、1898年にハバナ湾で、爆発沈没し、約260名の水兵が犠牲になっている。コロンバスサークル周辺は活気のある地区で、広場から1マイルの地区には、リンカーンセンター、アメリカ自然史博物館、プラザホテル、ハーストタワー、およびタイムズスクエアがある。南には、ヘルズキッチンとマンハッタンのミッドタウン、北には、アッパーウェストサイドがある。コロンバスサークルに面して、コロンバスサークル2番地の地点に、エドワード・ダレルストーンデザインの建物がある。元は、ハンティントン・ハートフォード・ギャラリー・オブ・モダン・アートが入っていたが、1998年以来空き家になっており、ワールド・モニュメント財団の最も危機に瀕している、世界記念物ウォッチリスト100選にリストされていた。2008年に、この建物は E.N.ブラッド・クロエーフル設計のファサードに改修され、ミュージアム・オブ・アーツ&デザインがこの建物に移転してきた。ニューヨーク市バスの M5、M7、M10、M20、M104 路線がコロンバスサークルで停車する。59丁目、コロンバスサークル駅はニューヨーク市地下鉄のハブ駅の一つでもあり、系統が乗り入れる。1907年頃のコロンバスサークル。ありがとうございます。